どうもピアキングです。今日は一発マリオを中心にいろんなコースやっていきます。で、皆さん申し訳ありません。この2日間僕めちゃめちゃ忙しいから編集ができないと思うんですよ。だから今日の動画はテロップとかつけれないと思うんですけど、最後まで見ててくれると嬉しいです。でもなるべく見やすいようにテンポよくやっていきたいと思うから、みんなついてきて。お前がみんなに合わせろよ。それじゃあ最初のコース、秘密兵器突入、クリア率は 1.25%。 え、ゴール条件がボム兵100体倒してからゴール。また厄介なコース引いちまったな。え、このボム兵たち全員倒せっていう感じでしょ。多すぎやしないか。開幕左に隙間あったよね。ここでジャンプだ。左がダメなら右だ。ここ。さっきからボロボロじゃないか。でもなんかいけそう、いけそう。あ、なるほど。こっから上にもなんかいる。上にボム兵がいるね。あのボム兵も倒さなくちゃいけないのかな。なんかでっかいボム兵いたんだけど、一旦右まで逃げてみようか。そしてここで、あー、やっぱりね、あいつ倒せっちゅうことか。すぐ右行きます。そしてこのボム兵一番右の方でヒップドロップしてみようか。そしたら爆発は防げて、こいつを踏めば終わりっていうことなんじゃないんですかね。トロトロしてんじゃねえ。それは僕の話ですね。あ、このボム兵持てばいいのか。で、ボム兵を持ってあいつを倒す攻略を見つけなさい。ただこんなにたくさんいたらボム兵持てるかな。一旦持ったで。今なんかすごいことが起きたね。ボボボボボ。え、こんなんなんの。あ、持ってた持ってた。隠さないで。周りのボム兵たちが邪魔でさ、一個だけ持つっていうのは難しいんだよな。来た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 。惜しい、惜しいところまで来てる。ここで投げる。そしてヒップキャンすれば大丈夫なんだ。やったしたそれじゃあ次のコースはこのコース。これいける。あ、ちなみに隠しはありません。クリア率は 0.99%。 このコースはね、一回地面から離れたらだれだれだれゴールっていうゴール条件がついてたんだけど、これが何なのかだよな。鉄球。あ、なるほど。ここでヒップドロップした先すると。いや、でもそんなの関係ないもんね。それさえ分かっちまえばもう簡単ですよ。まず鉄球出す。で、ヒップドロップ。いや、違うだって。もうちょっと早めにやろうか。ヒップドロップ。タイミングが分かんねえ。もう切った瞬間にヒップドロップ。あ、こういうタイミングでいいのか。さあ、しゃ、おいおい、あ、惜しい惜しい。もうすぐいけると思いますよ。鉄球の右側をなるべく続くようにやっててみようか。これだ。どうですか。ダメですか。大丈夫だよ、キング。集中すればいけるさ。そう、わざわざ騒ぐ必要なんてないのさ。完璧なタイミングだ。そりゃねって。なんかね、行けそうで行けないんだよな。もうちょっとのはずなんだけど、ここめっちゃ右側に行かないといけないんじゃない。きたー。ちょっとガチでやっていくわ。ワン。ちょっと無言モード入るわ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ウルトラセブン。ビビ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 ビ。赤ちゃんではクリアできるコース22だってか。バブー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 。失礼、言葉になってなかったです。バブー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 。やばー、カナル先生、お前なんてまだいんだよ。最後の2体は卑怯ださ。ショート動画にも出すかもしんないんだからさ、切り抜きとかで。そんなバブーとかだけで終わらせるのやめろって。じゃあここはすぐにドアに入っていけばいいっていうことね。これでゴールなんじゃない。ありがとう。最初く取れたでちゅよ。世界一ありがとう。おめでとう。そろそろ真面目にやっていこうかなと思います。ベーシックイエットコンプレックス、過去トロール、基本的だけど複雑ということでしょうか。で、これね、コース名に書いてある通りトロールコースなんですよ。たださ、今までの人亀トロールと違ってゴールの先に中間ポイントがあるでしょ。あれが何の意味をしてるんかなと思って。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.3%。 まあどうせ最初初見殺し何が来るんでしょ。へへへへ、避けれてないよっと。また面白い人亀トロールコースが来たっぽいね。神コースの予感がプンプンするぜ。じゃあ右にはいけない、隠しブロックとかはなさそうっていうことは、このフロア取ると思いますよ。魚。ふざけやがって。いつも僕をそんなに騙して楽しいか。まず宝を避けます。そしてこのフラワーを取って先に、なななななななフラワーを取った瞬間バネに警戒しろ。大丈夫、人画面トロールコースなんてそんなに難しくないはずなんだ。これはボミスや。次のことを考えようか。ブラパに乗るでしょ。で、あの中間ポイントの方まで行ってみようか。何も来るな、絶対に何も来るな。なんか裏目で来ちまったって。これ戻れねえんじゃねえか。クッパをそういう風に扱うなって。え、なにこれ、クッパ
の火を避ける耐久ですかね。いや絶対無理絶対無理。いやこの状態で30秒耐えたら高評価して。そもそもさ、あの中間ポイント取れるんかな。なんか取れるような予感がしない。一旦行ってみる。キモすぎ。やっぱりフェイクだあの中間ポイント。中間ポイントとかいう餌をちらつかせんやって。あんなの絶対取りたくなっちゃうじゃんか。じゃあここは右の砲台のところまで行ってみようか。そうするとカナの甲羅とパウブロックが出てきたね。このカナの甲羅取っちゃっていい？絶対隠しブロックあるような予感がするんだけど。あっぴゃそんなには引っかかんねえよ。じゃあ隠しブロックはないって分かったから、うわカナの甲羅抜けちゃった。いいかな。この中間はやっぱり取れないか。でゴールや見えたよ。ありがとうございます。やり成功。でも大丈夫さ、これできっとゴールできるよ。見ててみんな、ここに隠しブロックがあるっていうのは分かった。左もあるんじゃないのか。でも一旦しゃがんでいこうか。これでしゃがんでたらママー。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。音はめ放題、クリア率は 0.51%。 BGM に合わせて大砲が出てくるみたいなこと書いてたんだけど、どういうことなんかな。わかった、この飛行船の BGM に合わせて撃ってきてるよ。うわすごいこれ。でもぶっついやでもすげえ面白いねこれ。てっきりさ BGM に合わせてマリオ動かさなくちゃいけないのかなと思ったんだけど、そういうわけじゃないんだな。やっぱりたまに速い球来るよな。早いやめなさい。面白いじゃないか、こういう避けゲーム僕めちゃめちゃ好きだよ。このスピンジャンプを駆使しながら行ったら結構簡単に避けれちゃうんですね。さあここもスピンジャンプをどんどん駆使していくよ。あ、これもうクリアなんじゃない？あー、よっちゃいかみたいにいらしてるね。これさ、思ったんだけど、この小さい黒い球があるじゃん。これしゃがんで避けれないかな？あ、避けれるわ。これ避けてった方が簡単なんじゃない？ほらだからこの黒と赤の小さい球があるじゃん。しゃがんでおければ避けれるってことだから、もう端っこでしゃがんでジャンプするだけでいいんじゃない？で時折クルーも混ぜたら全然余裕ですよみたいな。ごめんねみんな、簡単な方法見つけちゃって。これめちゃめちゃ簡単だよ。やっぴゃ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 もうね、避けることに必死で BGM なんて聞いてられないのよ。この最後のラッシュがマジでやばい。来たありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。10秒以内に P スイッチを押せ、一発マリオ。さあゴール条件が P スイッチを24個押してからゴール。でこれ押す順番が大事っていうのをね説明文に書いてたんだけど、これ押す順番合ってんのかな。まめ、そんなに遅いね全然ピンスイッチ余っちゃうやん。あえてさ上から踏んでってみようか。で最後にこの階段上に設置されたピンを踏んでってみようか。でまず上の全部を踏むでしょ。そして階段を全部降りて踏んでみる。スタートに戻ってるって。これダッシュボタン押してたらさピンスイッチ持っちゃうんだよね。だからダッシュボタン押さないでこうやってスピンジャンプでどんどん踏んでってみようか。いやこっからどうしても走っちゃうよな。いやでもこれいけるんじゃない。残り2秒、1秒頼む。でもそんなに難しくないと思いますよ。今の持たなかったら全然余裕でクリアできたんじゃないでしょうか。ここ焦らずにゆっくり踏もう。そしたらゴールだ。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。コインを取るだけなのに、説明文にコインを取るだけって書いてあるんだけど、サムネからして謎すぎない？何なんだろうなこのコース。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.06%。 ゴール条件はコインを55枚取ってからゴール。多分ゴール前にあったコインが55枚っていう感じなんかな。それはわからんて。開始すぐ右に行きます。そしてこっから、あーなるほど、ここ隠しブロックあるのね。そして上に行けばいいっちゅうことか。なるほど、隠しブロックを用意してくれてんのね。さあ行こうか。このキラーだけに気をつけて上に行きます。でコインを取ればいいんじゃない。あやべえ、あの上に取れるんじゃない。絶対そうだ、あそこで1枚、あと1枚足んないよ。いや絶対どっか隠しブロックあるんだ。いやそれ探していこうか。まあこの辺にはないよな。さっきさここに来るまでに隠しブロック叩いたところあったじゃん。あそこのさらに上怪しくない？ちょっと戻ってみるね。多分ねこの上にあると思うんだよな。さっき2個叩いてこの上叩いてなかったと思うんだけど、えないの？このパンの上とかはないね。左下は怪しい。この辺になかったら僕はもう分かりませんよ。お願い出てきて。マジで姉ちゃん、ここら辺くまなく探そうか。いやこのキラーに当たりそうで怖いんだけど、この人とか怪しいよね。この人とか、あったー。よしよしよし
これでゴールできるんじゃない。で多分ねこの辺に OK、 このコインさえ取れば僕の勝ちだよ。さあこれで55枚集まったんじゃない。よっしゃなんか隠しブロックでコインを見つけれたときめちゃめちゃ嬉しいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ボタンブラッシング。説明文に高橋名人なら余裕って書いてるから連打するコースなんじゃないかな。クリア率は 0.72% で、ゴール条件が1回もダメージを受けないでゴールって書いてあ、アイテムなのねこれどういうことなんだろう。あ、時間が10秒しかない。いやなるほど、こいつらを蹴散らしてあのドアに入るってことか。いや最初のこのフラワー敵と思ってめちゃめちゃビビって絶叫しまったさ。ここで連打してあの土管に入っていく。土管じゃないドアね、ごめん間違えてしまった。これ間に合うかな。いやめちゃめちゃきちい。いけるいけるいける、お前ら多いってこれケッチャー、ごめんこれ喋れんかもしれん。連打に夢中でさ、なかなか喋ることができないんだけど、これ本気でやりたいな。いやこれいける、無駄にジャンプとかしなくていいって。残り1秒、いやーみんなごめん、ちょっとガチでやるわこれ。そのせいで今寝そべってきたからマイクの音声おかしいかもしんないけど、あまり気にしないで、こっちの方が僕はやりやすいな。いやーもうちょっとどうにアニュさえすればいいな。あー僕はもうダメだ。見せてやるよ、俺の本気っていうものだ。きついよ、誰が助けてよ。僕らも僕らも先見ておこうっと。この先何があるんだろう。なんかうざい。これね、なんか難しいかって言ったら、連打しながら右にも行かなきゃいけないんだよね。これがマジで厄介なの。聞こえるこの僕の連打音、結構早いと思うんだけどな。これなかなかいいんじゃない。どこが。もうね僕汗だくですよ。暖房とかもう入れる季節じゃん。でも僕へもう冷房入れてきたね、22度で。くっ、後ろから食ってやっても、頼む、やった来たんじゃねこれは。うわぁさあ僕はもうこのあと何もできない。なんか出そうなんやけどもうなんか疲れすぎてさ、なんか出そうなんだよだからこれで最後にしたいと思います。ドッスンから逃げるコース、クリア率は 0.74%。 ただ説明文に面白いこと書いてあって、ドッスンから逃げたらクリアできないって書いてたんだよな。じゃあ逃げないでみようか。嘘つけ。まあまあこれはね、ジャンプしてドッスンをかわしていけばいいだけのコースだと思うんだよね。で、あ、全員左行くのか。無理ですけど。これ単純そうに見えて意外と難しいね。でゴールどこにあんだろうな。右のあのドッスンに隠れてるみたいな、そんな感じだと思うんだけど。待て待て待て、ここまではいいのよ。こっから一番下のドッスンだけを動かしていこうか。あ、これ結構簡単なんじゃない。で右に多分ゴールが隠れてるみたいな感じだと思うから。あ、これ全然余裕じゃん。さあドッスン、お前きすぎだって。っしかもゴールないじゃんなるほど、一番右上の方に行けっちゅうことか。これはじゃあもう壁キックして登る以外ないよな。いや、いけるこれ。こっから壁キック。いや、まだチャンスあるよ。残り1体しかねえ。よしよしよし、ドッスン来い。いや、あと1体しかねえのか。こっから壁キックしてドッスン来て。うん、ピンポイントすぎ。ということは上のドッスンにどんどん乗っていかなくちゃいけないのか。いや、これ相当難しいよ。こっからこのクルリリーパン、もう一番最初だ。一番最初にもうどんどんドッスンを右に上立っちゃうこれ左に感性働いて全然飛ばねえ。ということはですよ、階段上にドッスンを残すのが一番いいと思う。そんなんできるかな。無理だよ。要するに上に登っちまえばいいんだよな。このドッスンの上に乗れた乗れた乗れた。で下にゴールあるかな。いや絶対ないよね。でもこのドッスンはどんどん左に来てるから、一体ずつ動かせばいいと思いますよ。危ない、何やってんのもったいねえことすんだって。でももう分かったね。最初勢いよく右に行けばドッスンに乗ることができたんだよな。そうそうそう、こんな感じ。あとはこれでゴールするだけ。やったこれは面白かったね。やっぱ大量のドッスン動かすシリーズめっちゃ好きやわ。どうもご視聴ありがとうございました。